はい、皆さんこんにちは、岸田と申します。本日は鎌倉殿の13人第8話の徹底解説をしていければと思っております。いやー、今回は非常にですね、私個人としては楽しい回でございましたけれども、まあその理由とかもですね、話していると永遠と雑談になってしまいますので、早速ですね、解説の方から入っていければと思っております。本日ちょっと項目多くてですね、全部で8つのお話させていただければと思うんですけれども、まあ、基本詳細応用というふうにですね、カテゴリー分けておりますので、まあ、かいつまんでどっかの章だけですね、ご覧いただいてもですね、分かるように構成しておりますので、皆さんの興味あるところだけでも、お聞きいただければと思っております。で、まずですね、本日最初第8話で起きたことからですね、お話しさせていただければと思うんですけれども、まあ、要するに今回の第8話の要約ですねからさせていただきますと、大体今回の第8話このようなお話になっておりました。まずですね、今回のタイトル、いざ鎌倉というタイトルでございましたけれども、まあ、助殿軍、前回ですね、上総広常が仲間になったことによってですね、2万人以上の、まあ、軍勢に膨れ上がったわけなんですけれども、まあ、上総広常がついたこともありますし、もともと平家に対するですね、まあ、不平不満も溜まっていたので、まあ、勝ち馬に乗っかれそうってことでですね、その不平不満を持っていた武士たちもですね、集ってなんと3万の軍勢に膨れ上がるということになりました。でですね、過去に第6話の方でですね、まあ、助殿とライバル関係にあった、源氏の武田信義に関してもですね、改めてこのタイミングでは協力するよというふうに言ってくれて、そしてもともと大場側についていた畠山重忠も寝返ってきて仲間になるという形となりました。で、まあ、大場勢はですね、非常に焦っている状況になりましたけれども、まあ、その中の筆頭格である梶原景時に関してはですね、大場へ見切りをつける形となりました。そしてですね、別途ここはちょっと後ほど詳細解説のところで丁寧に解説していければと思うんですけれども、佐藤浩市さん演じる上総広常はですね、教養のなさが露呈するシーンがありました。で、あれは今回の物語においてどうこうってことではなくて、今後尾を引くことになりそうですので、その辺はまた後ほど解説をさせていただきます。で、非常に今回やっぱり面白かったのが、源義経、菅田将暉さん演じる源義経が完全にヤバいやつとして演出されておりましたので、まあ、その話も後ほど展開していければと思いますけれども、まあ、ストーリーとしては今回中に入ってくるものではございましたけれども、義経やべえなっていう風に視聴者に植え付けることができたんじゃないかなという風に思います。で、まあ、助殿鎌倉入りする形となりましたけれども、まあ、そこで、まあ、政子と再会する形となりました。一方でかつての敵たちはですね、いろいろな、ね、気持ちを持って、例えば大場で言うと引くに引けない状況、そして伊藤助親に関しては一種の討ち死に覚悟の状況、そして伊藤助親の、息子に関してはですね、平家に助けを求めようとしたら捕らえられてきたということで、かつての敵たちはそれぞれの思惑のもとでですね、行動をしている中においてですね、非常に気になるシーンで、大丈夫かっていうようなシーンでですね、第8話の最後が終わるというような展開となっておりました。ですので今回の第8話に関しては新キャラはほとんど登場せず、まあ主要キャラに関して言えば全くですね、全く登場いたしませんでしたので、その辺はそんなに難しい話でもない。そして軍勢が膨れ上がった上で鎌倉入りする過程、その道中であるとか、それぞれの人物の思惑が描かれた形ですので、そんなにですね、歴史詳しくないとか、まあ、大河ドラマをながらで見てきて人がいっぱいいると混乱しちゃうっていう方でもですね、そんなにこう難しい回だったなとか、混乱したわけわかんねえよっていう回ではなかったんじゃないかなっていうふうに思いました。ですので今回はこの基本のところでですね、よりその分かりやすい話ではございましたので、より楽しめる話をですね、ちょっと2、3、4、5でですね、ここから4つほどさせていただければと思っております。まずですね、今回この源義経、菅田将暉さん演じる源義経に出てまいりましたけれども、今回のこの私の動画のサムネイルにも入れさせていただいた通り、完全にですね、やばいやつとして今回描かれておりました。で、演出がですね、非常に明快というかですね、素晴らしくてですね、登場時間でいうと賞味多分3、4分ぐらいしか今回義経に出てきていないと思うんですけれども、大きく分けてシーンは2つありました。1つ目は富士山を、まあ、バックにした草原のところでですね、まさにこの場面写真のシーンではございますけれども、まあ、ウサギをこう弓矢でね、狙おうとして、まあ、それでこうウサギを捕まえたと思ったら全然別の人がの矢が捕まえていたっていう、話の部分だけれども、そのもう一人と弓矢の競争をしようとして至近距離で相手に弓をぶっ放してぶっ殺すっていう完全にやばいやつですよねっていうようなシーンがまず一つですよね。で、もう一つはみんなで芋煮をつつくシーンですけれども、みんなで芋をですね、箸でこうちゃんとこういう風にね、こう取ろうと思ったらですね、取ろうとしててなかなか取れないと。で、そこでですね、もうなんていうの、そういった作法、礼儀作法よりも合理主義だってことでですね、箸でぶっ刺して食べるっていうような
シーンとこの2つしかないんですよ。でこれは今回の第8話においては全然本編と関係ないんですよね。全然本編と関係ないんですけれども、だけれどもその2つのシーンだけ撮って、あこいつ完全にやべえやつだなっていうのが分かりますし、なんなら最初のこちらのシーンに関しては人を殺している状態なんで、まあなんて言えばいいんだろうな、やばいやつだし、言葉を言い換えると、まあ、乱暴なやつだというふうにですね、映るような演出を意図的にしていたなというふうに思いました。でこれは今回演出としてどれぐらい重要かっていうと、義経のそれらの描写とかセリフが重要なのではなくて、義経は乱暴な人ですよっていうのを見せた上で、一番重要なのは梶原景時が義時に言った言葉、北条義時に言った言葉として、まあ、要は大場と袂を分けてきたっていう風な、要はもう大場の人間じゃありませんってことをこのシーンで義時に言っておりましたけれども、そこでなんてここで梶原景時言ったかというと、乱暴な人は嫌だというようなニュアンスのことをですね、発言したんですね。乱暴な人は苦手だというようなことを言って、で実際梶原景時、まあ、ここ3話非常に意味深な感じで出てきましたけれども、喋りの落ち着き方であるとか一つとっても非常にインテリとか教養がある人間っぽいぞっていうのは我々視聴者にももう伝わってきているじゃないですか。その教養がある人間、ある種礼儀作法がある人間が、で乱暴な人は嫌いって言ってるんですよと、言うならば対極にいる人間、一番性格として真逆にいる人間が義経なわけですよ。でそこが今回演出されていたのがめちゃめちゃこう面白かったですし、本日の動画だと、この後も一番最後のところ7番のところで、もうちょっと具体的に応用で話しますけれども、この義経と梶原景時っていうのは今後ですね、全然意見が合わなくて対立していくんですよ。もう第何話だ、第18話が壇ノ浦なので、今後もとにかく対立していくんですよ。なのでそこにつながる一種の伏線として、ここのまあ乱暴な人間は苦手だっていうところであるとか、完全に乱暴な人間として破天荒な人間として描かれていたっていうこと、ここが今回非常にですね、意義深い演出であったなというふうに思いました。でプラスして、これちょっと私個人の話になっちゃうんですけれども、ちょっと30秒ぐらいね話しますけれども、今回のこの義経の道中っていうか描写、ほとんどですね、その NHK 出版とかから発売されているシナリオブックに記載されていなかったんですよ。で場面写真だけ公開されていたんで、まだ多分その頼朝との再会は来週なので、その前なんで本当にちょこっとしか最後に出てこないのかなと思ったら、思った以上に、まあ、3、4分だけれども尺を取って存在感を見せていたので、私としてはめちゃめちゃ予習しているのに想定外のシーンだったんですよ。なのでそれもあって楽しめたっていうところが、ありますね。はい。でですね、そういった演出の話もう一個させていただければと思うんですけれども、佐殿と政子の再会の演出についてですね、ここですね、まあ、佐殿はねこの前日に要は亀とちょめちょめしておりましたので、まあ、なんだかなという部分がございますけれども、まあ、佐殿側からしたら自分の妻子を面前でその感動の再会を見せることで一種の演出をしているわけですよね。それによって周りの人間も、ああよかったよかったと、ああこれがこれから鎌倉殿になるお方なんだみたいな感じでですね、もともといた住民であるとかそういった人々にそれを見せつけるってこと、これ佐殿側がそうである思惑っていうのは、まあ、多分視聴者どなたもですね、全然理解できると思います。一方でじゃあ政子は完全にこのシーンにおいて、もちろん政子の方が好きっていう情の方はありますよ、ありますけれども、 100% 本当にあやっと会えた佐殿って形でこの笑顔とか駆け寄っていったかっていうと、これはですね、ノーだと私個人としては解釈しております。これ分かんないですよ、推測なんで解釈でございますけれども、なぜかというと、この後ですね、この場面写真の後まさこ駆け寄っていくんですよね、佐殿に駆け寄っていくんですけれども、一回義時の方を見て義時がうなずいてから、比較的なんて言うんだろうな、もう涙の感情がよく分かんなくなる状況でも何でもなく、冷静な状況で駆け寄っていってるんですよね。なので今この場で私は何をすればこの場が一番、この場にとって最善か最良かっていうことを考えていると私個人としては思っています。もちろん好きですよ、もちろん政子は佐殿のこと好きだし、佐殿はまあ女好きな部分があるので、別に1から100まで政子を利用しようとしてるわけじゃないけど、部分的に利用しているってことはもう過去のセリフとかからももう明らかじゃないですか。なので佐殿がそうってのはあれだけれども、政子も部分的には
今自分が何すべきかってことをですね考えているっていう、その一種合理主義者じゃないけれども部分っていうのはあるんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、これはですね今後ちょっと私別途動画出せればと思うんですけど、北条政子のまあ歴史、まあ、あの史実をですねこう辿っていくと、当然女性だけれども当時の女性なのに権力を一種掌握するレベルまで駆け上がっていく人間でございますので、そういった側面の一演出なのではないかなというふうに私個人としては解釈をしております。はい、という感じでちょっともうちょっと演出のですね話続けていければと思うんですけれども、次武衛の話ですね。まあ、武衛の話でございますけれども、要は武衛っていう言葉は助殿っていう呼称のもっと丁寧な、言葉であるということが今回三浦義村そしてですね畠山重忠の会話の中で、説明がされておりました。なんですけれども上総広常に関しては武衛っていう言葉をそもそも知らない、でも助殿って呼ぶのはなんかプライドが許さないので、武衛っていう別の言い方もあるぜみたいに軽く言われたら、あ、まあ、それなら言ってもいいかって、本当はもっと丁寧語だから本当はもっと言いたくないはずなのに知識がないので、武衛武衛って言って、しまいにはここにいるやつみんな武衛だとかも意味がわからないわけですよ。助殿をそうだな、今風に言うと何がいいの、じゃあ王様としましょう、ちょっと無理があるけどね、王様とした時にここにいるやつみんな王様だって言ったら意味わかんないじゃないですか。意味わかんないことを今回上総広常は言っていたわけですよ。でこれはその笑えるシーンとしてコメディ的に演出をされていたので、もちろんそれで楽しめば十分っちゃ十分なんですけれども、私結構いろんな動画の中で再三言っているのが、この上総広常、鎌倉殿の13人の上総広常っていうのは、佐藤浩市さんのインタビューを拝見すると、今回のこの鎌倉殿の設定においては読み書きが苦手であるっていうことに非常にこだわりを持たれているんですね。なぜこだわりを持たれているかってわかるかっていうと、 NHK 出版から出ている鎌倉殿の13人のガイドブックにも、東京ニュース通信社から出ている鎌倉殿の13人のガイドブックにも、どちらでも佐藤浩市さんは読み書きができないっていう設定を佐藤浩市さん、脚本家の三谷幸喜さん、そして演出部の方々とみんなで話し合って、それを設定として加えたってことをご発言されているんですね。でしかもこの設定が今後主人公の義時とのそのなんか関わりの中で重要になってくるってこともおっしゃられているんですね。で義時は木簡にいろいろ書いていたりもしましたので、読み書き要は全然得意なわけですよ。全然得意なわけなので、その対局にいるような、まあ、言葉ですけども、まあ、勉強知識の人間とどういうそれが物語になっていくのかってところが今後期待が高まるなっていう感じでございます。ですので今回の第8話においては、まあ何て言えばいいんだろうな、その武衛のシーンでちょっと教養がない部分を晒していたちゃんちゃんで済ませていいんだけれども、とにかく彼のバックグラウンドっていうのは読み書きが苦手、子どもの頃から学問よりもその要は戦うっていうことに対して、まあ神経注いできたっていうところがありますので、まあ、今回の武衛に関してもわけがわからなかったっていう感じでございます。はい、という感じでもう一個演出のお話しさせていただければと思うんですけれども、今回第8話で流れた音楽について2つほどですね解説させていただきたいと思います。毎回最近の動画では私これやっておりますけれども、要は鎌倉殿の13人のサウンドトラックすでにですねボリューム1が発売をされておりまして、でもちろんですね繰り返し使われる曲たくさんありますよ、たくさんありますけれども、今回明らかにその曲名と場面がマッチしている部分2つございましたのでご紹介させてください。まず1つ目がですね、伊藤助親が抵抗を決意するシーンですね。要は伊藤助清、自分の息子竹財さん演じる伊藤助清にそのね、要は父上がその助殿と八重の仲を引き裂かなければみたいな感じで言われつつ、まあその今更平家に頼って何になるみたいな口論を親子でしておりましたけれども、そこのシーンでかかっていた後ろのちょっと比較的なんていうんだろうな、テンション高めなこう感じの曲なんですけれども、この曲名ですね、魂の行軍という曲名でございます。どうですか、なんかぴったりいきませんが、行軍は要は軍を進めることでございますので、進軍的なね、ちょっと無理があるか、まあ、ちょっと軍を進めるっていう意味でございますので、魂のその歩みみたいな、魂の進行みたいな、進行って進む意味の進行ですねっていうような意味のタイトルでございますので、伊藤助親がこうなったからには、もう助殿の優勢になったからには一種討ち死にの覚悟を持った上で自分はこの館にとどまるぞっていうのは、
とどまるっていう何も動きをしていないですけれども、自分の魂はそれで行くべきだ、自分の気持ちはそれで行くべきだっていう決意の表れでございますよね。なんなら何かあったら八重を殺せっていうふうにエマジロに言ってるぐらいでございますので、そうするとこのシーンの魂の行軍っていう曲名に関しては、まあ、ぴったりだなというふうに思いました。でこの曲かかり始めるのはこのシーンじゃなくて、そのちょっと前のところで大若月近が何か蹴り飛ばして非常にどうしたらいいんだふざけんなみたいな感じの怒りをあらわにしているところからかかっていますけれども、まあ、敵方、助殿の彼で言うと敵方、平家方の人間たちが それぞれの感情をあらわにしたりとか決意を新たにするっていうシーンでかかるというような感じとなっておりました。でもう一曲、説明させていただければと思うんですけれども、政子と助殿が再会をした後に丘の上というか山の上からここにその鶴岡八幡宮を作るぞみたいな形のねシーンがあって、亀がちょっと嫉妬の目を見せておりましたけれども、そこのシーンでかかった曲のタイトルは大願成就でございます。まあ要は願い事が叶うようにというような意味合いでございますけれども、これも結局その今後そこに本当に鶴岡八幡宮ができて、まあ鎌倉殿のその何言えばいいの、まあ、都市として、都市って言えばいいの、その要は町として栄えていくわけでございますよね。なのでこれからそこに夢に描くものが出来上がっていくっていうところで、この曲名の曲がかかるっていうのも、あ、なるほどなっていうふうに、思う部分がございますね。はい、ちなみにですね、この大願成就っていう言葉、シナリオブックを見ると来週ですね、このセリフ、大願成就っていう、まあ、熟語、これをですね発する人物が別の人物でいるんで、ちょっとその話はまたですね第9話の、物語解説の方でお話しさせていただければと思っております。はい、ということでですね、ちょっと基本の話今回長めに取らせていただきましたけれども、ちょっと詳細解説の方、要はストーリーを追っていく復習のお話させていただければと思っております。まずですね、今回一番最初何が起きたかというと、まず坂東各地でですね、関東の各地で平家の反乱が起きました。それで徐々に、まあ、頼朝軍、助殿軍への参加者が膨れ上がって3万人にも、なりました。でですね、この件について平清盛はですね、ちゃんと把握をできておりませんでした。まあ、そりゃね、メールもインターネットも電話もない時代でございますので、若干情報が遅れることはしょうがないですし、まあ、多分ですね、その正しい情報を伝えて劣勢だなんて言ったら怒っちゃいますので、ある程度言葉を選んで報告上にするってこともありますので、それらもあってですね、ちゃんと把握ができませんでした。で、暦がなんだとかですね、まあ、色々とね、状況が把握できていないとか複合要因なんですけれども、結果的に追悼軍の準備が遅れて、その間に助殿軍は膨れ上がるし、まあ、今回で言うと武田信義との、タッグを組むとか、そういった形で徐々にですね、源氏側の優勢になっていく状況になってしまいましたよと。はい、でですね、そういった形になってくる中において、主人公の義時はですね、完全に中間管理職に邁進しておりまして、まあそのね、2万も3万もいる軍勢をですね、どういう順番で、進めるかとか、宿でどこに泊まらせるかとか、うわー、完全に中間管理職でございますけれども、まあ、そういったことに配慮し、力関係に配慮してですね、決めていくっていうような、仕事をしておりました。そんな最中ですね、まあ、畠山重忠ですけれども、がですね、まあ、降伏してまいりました。で、降伏して助殿軍に結果論としては、加わる形となりましたし、まあ、今後、まあ、歴史が示しているものでございますけれども、ずっと助殿軍として活躍する一武将でございます。なんですけれども、もともとですね、結局三浦を撃った、大場の指令によって三浦を撃った筆頭閣でございますので、やはり助殿軍の中にはこの畠山に対する抵抗っていうのもあるのが事実なんですけれども、結局棟梁は頼朝、助殿でございますので、最終的には助殿の判断で、あ、君参陣してくれということでですね、まあ、許される、要は処刑されたりとか捕獲されたりとかせずですね、助殿軍として活躍をしていくというふうになる形となりました。はい、でその後ですね、助殿は主人公の義時に指令を出します。まあ、どのような指令かと言いますと、まあ、助殿はですね、武田信義への再交渉を、命じるという形となりました。で、お父さんの時政がですね、言ってるんですけれども、一回ですね、武田信義には断られてますよね。一回北条は助けるけれども、頼朝は助けないってことを言われているので、まあ、気乗りしねえなってことでですね、お父さん実は道草をしていたってことが分かりました。まあ、この辺の時政の、なんて言えばいいんだろう
なちょっとやる気のない感じというか使えない感じっていうのが来週結構響いてきそうでございますので、その辺また別の動画でお話をさせてください。でですね、まあ、この回ね、今の山梨の方に行ってですね、改めて武田信義へ交渉するんですけれども、前回はノーと言いつつお前らだけは北条だけは助けてやってもいいよってことを言ったのに、今回はですねあっさりと分かった参陣しようというふうに言うんですね。これなぜかというと地形的な問題もあるんですけど、地理的な問題もあるんですけれども、助殿たちは東京からですね、今でいう東京からの隅田の方から鎌倉に入るっていう今動きを示していますけれども、武田がいるのは甲斐、今の山梨でございます。ですので今日からその平家の追討軍が来るとまず退治しなきゃいけないのは武田の方なんですよね。なのでそうすると内輪もめしていたら自分たちが崩される可能性もあるので、一刻も早く援軍として助殿とタッグを組みたいというふうに思っている部分があるので、そういった焦る武田の心情を助殿は先に把握をしていたということでございます。助殿ね、だからそのおっちょこちょいっぽいところもあるし、女好きなところもあるしなんだけれども、やっぱ決めるところは決める怖い男だなっていうふうに思う部分っていうのがございます。はい、なんですけれども、もちろんですね武田信義に関しても助殿に対して気持ちが変わったわけではないんですよ。もう助殿の母とはなってないで、自分がピンチだから致し方なく組むわけなんですよ。ですので完全に心を許したわけではないっていうのは来週以降またですね響いてきたりするというような状況でございます。でですね、まあ、この一応ねとりあえず武田とはタッグを組めるということになりましたので、まあ、それをですね義時助殿にまあ報告して、まあ、それはようやったというふうになったんですけれども、まあ、鎌倉でですね助殿がどこにその御所を作るかね、どこに住まわれるかとか、そういった話をする中においてですね、まあ、助殿の弟、まあ、親はね片方違いますけれども弟であるあの前丞がですね、まあ、いろいろと決め事をするというような形となりました。でこれ義時からするとちょっとそれはっていうふうに思う部分もありまして、でそれなぜかというと、これ今現代の例えでいくとすごく分かりやすいんですけれども、じゃあ今助殿が会社の社長だとして、その下に義時とか上総広常とか千葉常胤とか、あと和田義盛とかね、三浦義澄義村とかこういるとするじゃないですか。それが全部会社の幹部だとしましょう。会社の幹部だとして本社を引っ越すぞというふうになった時に、その幹部の人たちの中で担当を決めずにいきなりポッと出てきた自分の弟にその本社移転プロジェクトを任せるって言ったら皆さんどう思いますか？嫌でしょ。だから今そういう状況なんですよ。もうマジでだから義時中間管理職なんですけれども、まあ、自分たちに任せないのかっていう反発する恐れがあるという形でいろいろとですね、なので調整に苦慮したりするっていう義時が今回の第8話では描かれる形となりました。はい。でまあ、中間管理職義時のですね、まあ、苦難は続きましてですね、まあ、助殿のね、まあ、ちょっとこう上総広常が助殿のことを呼び捨てにしたりとか、そういったこともありますし、どうもちょっとこう助殿の調子に乗っているんじゃねえかみたいなね、ことを有名名和田義盛とかですけれども出てきましたので、まあ、それでちょっと飲み会の場でこう交流してもらおうというふうな話となりました。でそこでね、まあ、さっきちょっともう解説しちゃったんでここは軽めにいきますけれども、まあ、上総広常がですね、俺は助殿なんて呼ばねえからな、あんな頼朝のことは助殿なんて呼ばねえよみたいな感じでですね、言っていたら、そしたら、まあ、そのですね教養がない読み書きが苦手であることを一種すでに見抜いている三浦義村がですね、まあ、からではちょっと私予習動画の方では唐ではって言われちゃいましたけど、まあ、唐ですね、中国の唐からでは親しい人のことを武衛と言うと。で武衛っていうのは助殿よりも丁寧な呼び方でありますけれども、まあ、これを聞いた、上総広常は武衛の意味分かってないので、まあ、そうやって呼べばいいんだというふうにですね、とりあえず軽く解釈をしてしまって、武衛、俺もあんたと飲みたかったんだ、武衛同士飲もうぜというふうに言うわけでございます。でこれで上総広常に教養がないこと、読み書きが苦手である暗示が一つ示されたという感じでございます。はい。なんでまあ、ここのシーンは後ほど、先ほど、解説しましたのでちょっと軽めに、スルーいたしますけれども、どんどん話進めてまいります。で次に描かれたのは混乱する大場軍でございました。まずですね、まあ、助殿のね仮御所に3万人を引き連れて入ったっていうことがですね、まあ、大場軍の方に伝わる形となりました。でもう大場景親はうろたえまし、山内須藤常俊は腰が引けるしという形でですねありましたけれども、大場と、山内須藤常俊ですねありましたけれども、
それに対してですね、他、これは場所が変わりますけれども、伊藤助親は討ち死にを覚悟、息子の助清は活路を見出すために平家に助けを求めようといたします。助清と助親でございますね。なんですけれども、梶原景時、前回も前々回もですね、お前は敵な味方なみたいな感じになっておりましたけれども、二人、完全にですね、みんなを見限るという決断をする、たもとを分かつという決断をする形となりました。でそんな梶原景時がですね、義時と接近することになりますけれども、その前に、北条政子もですね、民家にかくまわれていて、そこで義時と再会することとなりました。でですね、義時にね、こんなことを注文するんですよ。まあ、自分の弟なんで若干無理なんだよ、ぶつけているわけでございますけれども、助殿との再会にね、要はこの、ね、格好だとちょっとね、示しがつかんということでございまして、着物で再会したっていうふうに言うんですよ。なんですけれども、言うならばみんなも家を引き払って進軍しているわけじゃないですか。だから着物の調達なんてそんな簡単な話じゃないですよ。家帰って取ってくるわってのと話が違うわけでございますよ。ですので、誰か、なんかその豪族、着物って別に高いもんだからね、誰かすぐ着物用意できる人いねえかなって話をしていたらですね、でもこれ梶原にもうお願いするしかねえんじゃねえかなっていう風になって、敵方だけれども、まあなんか話聞いてくれそうだということで、梶原景時に話しに行ったらですね、いいよっていう風に言ってくれました。これも梶原景時からしてもですね、完全にラッキーな会談でございまして、ちょうどそのもう大庭殿とはたもとを分けたところということでございましたので、まあ梶原景時は着物の用意を約束し、主人公の義時は助殿とこの梶原景時との仲裁役、梶原景時が助殿軍に加わるように調整をすることを約束いたしました。から本当に今回の義時は中間管理職という感じでございます。中間管理職ではあるんだけれども、もともとただの巻き込まれ主人公だったので、一種自分の意思も持った上でそういったことができるようになってきているので、徐々にやっぱりその才能の片鱗というか才覚が際立ってきたなっていうような部分もございます。はい、で次ですね、で助殿と政子の再会なんですけれども、助殿と政子の感動の再会が待ち受けてると思ったらですね、助殿なんと1日遅らせてくれというふうに言うわけですね。もうね、あの本編見た方お分かりの通り、やってまいりました亀ですね。これちょっとこんなこと言ったら失礼かもしれないんですけれども、江口のり子さん史上最も可愛かったと思います。会いたかった助殿みたいな、もうめちゃめちゃ笑っちゃったんですけれども、ちょっとそういった形でですね、まあ、よくないことなんですけども、まあ、不倫浮気っていうよりも、まあ、めかけがいた時期なので、時代なので、まあ、そこは何とも言えないんですけれども、でも今後、まあ、来週以降その北条政子と亀の嫉妬合戦っていうのは今後歴史として本当に史実として繰り広げられたことなので、まあ、一種その伏線みたいな感じになっていたんじゃないかなというふうに思います。はい、でですね、まあ、そういった形でとりあえず感動の再会することができましたが、その後のシーンではですね、三浦義村がね、義時を呼んだら、その裏にですね、ちょっと場面写真は違いますけど、人物一緒なんで許してください、伊藤助清がですね、捕らえられておりました。でそこで明らかになったことっていうのが、まあ、助殿の命でですね、まあ、和田義盛と畠山重忠が伊藤に向かっている。これはつまりどういうことかというと、伊藤助清の、父親である、伊藤助親であるとか八重であるとかの命が危ないということでございますので、まあこれをもってですね、第8話終わりましたけれども、なんかどうやらですね、八重の命が危なそうだぞっていうところで終わるという形となりました。まあ、これは今回のまあ本編というかですね、まあ、助殿の中心、助殿の義時を中心とした物語でございました。で一応改めて整理しておきますと、これのサイドストーリーとして、一種スピンオフとして描かれたのが、義経の物語でございました。すげえざっくりと、要約しておきました。まず、うさぎ狩りをめぐって平気で人を殺すと、その後富士山に登りたくて富士山に走っていくと、はい、その後、箸でですね、芋をぶっ刺して海の匂いがして海が見たくなって海に走っていくと、完全にサイコパスでございます。これはウサギのシーンですね。なんでここのね、ウサギからの富士山のシーンでございまして、で箸で芋をぶっ刺して海に走っていく、もう完全にやべえやつですね。完全にやばいやつなんですけれども、まあ一応こういった形ですね、やばいやつと示しつつ、梶原の景時はなんか常識人として対比構造で描くことによってですね、今後の物語を多分面白く彩ってくれるんじゃないかなというふうに思います。じゃあちょっとすごい今日の動画なんか長くなってそうですけれども、
応用編2つお話しさせていただいて、本日閉じとさせていただければと思います。今後ですね、これは史実が示していることではございますし、まあ、シナリオブックを読んでもそういうことが記されているんですけれども、まあ、源義経と梶原景時ですね、今後、いろいろな意見の対立をしていく形となります。ザザザと要約しておきました。まあ、頭脳明晰で真面目な梶原景時と、あとずる賢くて天才肌の源義経というふうに、解釈を私はしております。で、今後ですね、戦いとしては、まあ、藤井側の戦い来週描かれます。その後ですね、まあ、金沢城の戦いであるとかですね、宇治側の戦い、一ノ谷の戦いと、いろいろな戦いでですね、平家を破ったりですね、源氏の内輪もめでですねの中で、改めて、進軍していったりということが起きるんですけれども、今回のいうこの梶原景時と源義経との意見対立として非常に代表的なものが屋島の戦い、そして壇ノ浦の戦いでございます。まず屋島の戦いなんですけれども、敵はもちろん平家でございますけれども、ここでですね、サカロ論争と呼ばれる、まあ、論争が梶原景時と源義経の間でですね、繰り広げられます。まあ、サカロというのは船、要は水上戦の時にね、船で逆走する、すぐに戻ることができる一種の装置みたいなことをサカロというふうに言うんですけれども、それをつけてしまうと、その味方もね、相手に負けたら引き下がればいいんだみたいな感じで士気が落ちたりとか、なんなら不安に駆られてしまうことがあるので、そんなものはつけるべきではないっていうのが義経の意見でございます。一方で梶原の景時から言うと、今風に言うとリスクは想定しておいた方がいいということでございまして、万一の時はちゃんと交代撤退するようにできるようにするべきだということで、完全に意見の対立が、起きます。で、結論としては、サカロが云々ではなくて、この日暴風雨だったんですね。で、その暴風雨の中に源義経が行っちゃうぞっていうことで、自分の少数精鋭を引き連れてですね、平家を奇襲する形となって、しかもこれで勝利をします。ですので、ここだけ見ると源義経その判断が正しかったんだっていうふうに捉えかねないんですけれども、多分今回の鎌倉殿の13人では常識人とやばいやつとして演出がされているので、なんか暴走してるけど危なっかしいけど大丈夫みたいな感じで演出してくるんじゃないかなっていうふうに私としては期待をしておりますね。で、もう一個、まあ、名前だったら、まあ、どなたでも知っていると思いますけれども、壇ノ浦の戦い、これはまあ平家を滅亡に追い込んだ戦いでございますけれども、ここでも意見が対立いたします。ここでの意見の対立は、先陣をどちらが切るか、梶原景時か源義経か、どっちが先陣を切るかということでの論争というか対立となります。で、主君というものの概念をめぐっても対立をいたしました。まあ、要はですね、この現場、壇ノ浦の戦いという場においては、まあ、源義経が一種のですね、まあ、主君というか、その場での、まあ、責任者みたいなね、統領みたいなものを務めていたわけでございますけれども、それに対してですね、梶原景時は、自分が仕えているのはお前じゃなくて鎌倉殿だ、まあ、今で言うと佐殿ね、源頼朝だってことを言ったりしてですね、ここでも意見が対立する形となります。で、結果的には内輪もめでね、その平家滅ぼす機会を逃してはいけないので、その場はね、周りの人間の協力もあって収まるんだけれども、まあ、壇ノ浦の戦い無事に勝利を、できた暁にですね、梶原景時は鎌倉殿の源頼朝に対する戦勝報告で義経を痛烈に批判します。これ梶原景時の讒言というふうに言われているんですけれども、マジで義経やべえよ、あいつマジないわっていうことを鎌倉殿の頼朝に報告する形となります。で、複合要因、要はこの壇ノ浦とか屋島の戦いのみではなくて、これ義経の他でも結構独断というか独自行動が目立っていて、結構頼朝からしても頭を抱えるような事象っていうのがいくつか他にも発生していたんですよ、戦以外でも。ですので、まあ、それにプラスして自分が信頼を置く梶原景時がこんなことを言ってきているわけなので、それによって、まあ、義経はですね、鎌倉への帰還を許されなくなりですね、その後、まあ、一気にですね、なんて言えばいいんだろうな、坂を転げ落ちるような転落といえばいいですかね、そのもう一気に、まあ、人生の終焉へと、突き進んでいってしまうということになります。で、この辺は結局その大河ドラマの義経でもそうですけれども、まあ、悲劇の武将みたいな感じの描かれ方であるとか、まあ、そういったなんていうんだろうな、一種、まあ、我々視聴者であるとか、その目撃者が
まあ、感情移入を義経にしたくなるような描かれ方っていうのが今までは多くされてきた、全てとは言いませんけども多くされてきたと思うんですけれども、まあ、今回の鎌倉殿は今回のもう第8話を見ただけでも、まあ、真面目な人間とやばい人間で描かれているので、この辺の解釈というか見方が全然変わってくるんじゃないかなというふうに思うので非常に楽しみにしておりますね。はい、じゃあですねちょっと来週以降の流れをパパパッと話して本日閉じとさせていただければと思うんですけども、来週以降のネタバレします、来週以降のネタバレいたしますので、ネタバレやなかったらちょっとここで終わりとさせていただければと思います。じゃあ入っていきますね、入っていきますけれども、一応15話までの軽い話をまとめておきました。来週は富士川の戦いと、あと頼朝佐殿と義経との再会、それから絵馬次郎が殺害されます、絵馬次郎殺害されます、であと伊藤助親が捕獲されます。はい、で第10話は、大場景親が処刑されます、あと亀がまた存在感を示します、それから、まあ金沢城の戦いが起きますよと。はい、で第11話は、平清盛死去、それから和田義盛別当侍大将ですねになるという形でございます。で第12話では、待望の後継ぎ、頼朝の後継ぎの、頼家が誕生、それからですね、これ義時のね、妹ですけど、とあの禅嬢が婚姻を結ぶ形、これが第12話でございます。で第13話が私が今一番見たいもので、政子が亀の家を焼き討ち、女同士の戦いが、繰り広げられますね。であとここで木曽の義仲、源氏のもう一党ね、だから要は頼朝、武田信義、木曽義仲、これ三つどもえの源氏の主導権争い繰り広げられますので、まあ、指導いたしますよと。で14話が面白いんですよ、これすいませんねガチネタバレで申し訳ないんですけど、まあ、シナリオ書いてあるから許してくださいよ。義時と八重が夫婦になります、王とだからガッキーが荒木由衣さんがね2番目にクレジットされてるんだってことお分かりだと思いますけど、だから逆に言うとこれ言っちゃうと、あ八重は来週で死なないんだってことが分かっちゃうんですけれども、まあ義時と八重は夫婦になりますよと。で木曽義仲が、京都に入るんですけども、京都でちょっと、評判を落とすようなことをしてしまって、それに対して義経が出陣するような事態となってしまいます。で第15話では佐殿に対する鎌倉殿に対するクーデター未遂が繰り広げられて未遂に終わりますけれども、まあ、梶原の景時に佐殿が梶原の景時に命じて、上総広常を殺すというような展開が繰り広げられるので、まあ毎回めちゃめちゃ面白いものがですねこう立て続けに、続いていくと、立て続けに続いていくということでございますので、来週以降もですねもう1話も、逃すことができない楽しい回が続くという感じでございます。まあとにかく今回は義経がもう衝撃的でしたね。ですのでこの動画は月曜日の多分夕方にアップしていると思いますけれども、明日の火曜日の動画では、通常はですね火曜日の動画って俳優名のみで、第8話を解説しようっていう動画アップしていて、それもちろんアップいたしますけれども、明日ね2本出しちゃいます、2本出しちゃいます。なのでもう1本従来だったら水曜日に出している演出解説、出させていただきます。義経の演出についてもうちょっと深掘りしてですねお話しさせていただければと思いますので、楽しみにしていてください。なので今週ちょっと鎌倉殿の動画ですね多めに、準備できればと思いますので、引き続き、今日2月最後になりますけれども3月の動画もですねお楽しみいただければと思っております。はい、本日は以上になります。ご視聴いただきましてありがとうございました。それでは。